旧車、クラシックカー、ヒストリックカーとは、主に数十年以上前に製造された自動車やオートバイなどのことである。旧車を俗に旧車と表記する場合もある。新しい部品や技術を使って、レトロ調に復刻されたパイクカーは含まれない。1920年代のイギリス車、ベントレー年式の古い車両を、クラシックカー、ヒストリックカーなどと呼ぶ。 どの程度古い車を対象とするかは、製造年代による分類や、製造されてから年以上経った車両と判断する考え方がある。クラシックカーを用いた行動ラリーを行っている団体フェダーションインターナショナルでベイクルイエンでは、生産されてから25年以上経ったものを基準としており、ファイバに加盟する。 日本クラシックカークラブでは1919 19年から1945年までに生産された車両を主に扱っている。製造年代によって異なった故障が使用されることもあり、特に1919 19年から1930年に製造されたものをビンテージカーと呼ぶ場合が多く、 欧米の自動車愛好家にとっては、この時期に生産された自動車こそが、特定の年代に作られた良いものという認識が存在していると考えられるまでに製造された自動車を、ヴィンテージカーとし、自動車税の減免を行っている。さらに古く、第一次世界大戦前に生産された自動車は、ベテランカーと呼ばれる。このほか1970年代中期以上前に、 製造された車を、オールドタイマー、1970年後期以降のものを、ヤングタイマーとする故障もある。オールドタイマーは、旧車愛好者向け雑誌のうちの一つのタイトルにも、なっている。1960年代の日本車、トヨペットクラウン RS41 日本で用いられる、旧車、ノスタルジックカーといった言葉については、年式に、明確な線引きは存在せず、 日本車のみを言う場合もあれば、欧米の車も含まれる場合もある。各人や、専門誌、販売業者などの主観によって、ある世代の人にとっては、旧車とされない車両が、より若い世代にとっては、旧車と捉えられる例も見受けられる。また、日本でヒストリックカーというと、モータースポーツでの活躍歴や、特別に歴史的価値があるものに限定されることがあるが、 これも基準が明確ではない。日本クラシックカー協会が主催するイベントの参加基準では、原則的に1975年までに生産された車両としており、日本車を中心とした自動車愛好家にとっての目安の一端が伺われる。サイドカーや一部トライクといった現在の日本社会において、一般的ではない車種も旧車に含まれる場合がある。特殊な例では、 非常に古い設計のまま長年にわたって製造され、続けている現行車や、生産終了した車種を復刻したレプリカ車などを、含むかどうかで判断が分かれる。こうした車を好む人々は、生産当時からのオーナーを除き、専門店にて、整備済みの中古車を購入したり、未整備の車を購入し自分でレストアしたりすることで、車両を入手する。また、 経年劣化による故障や問題が発生しやすく、頻繁なメンテナンスを必要とする。修理用の部品は、自動車メーカーでの製造が終了し、在庫もないものがほとんどなため、町工場などへ特注もしくは自作する、愛好家間で手持ちの部品を売買、交換する、といった手段で融通する場合が多い。こういった情報交換や親睦を目的として、 愛好家同士のオーナーズクラブも存在し、旧車を用いたレースや走行会などが行われることもある。また、そのような車を専門に扱う販売店も全国各地に存在する。1960から1970年代の車はその当時若者であった世代が所有しているケースが多く見られる。しかし、オーナー自身の高齢化や 車両の維持が困難なこともあり、もろもろの事情から手放す場合も増えている。1980年代の車も当時所有していたオーナーが近年改めて同じ車種を購入するケースが見られる。これらのケースとはまた違った動機としてより若い世代が自身の年齢より古い年式の車に魅力を感じ、所有するという需要も存在している。近年、 メンテナンス性や日常での使い勝手の向上を目的にスワップチューニングや大掛かりなボディ補強を行うケースがある。そしてそのような車両は時にチューニング雑誌などで特集され、オプション2のエボリューション級のように当該車両をクローズアップした雑誌記事も存在する。そしてそのような車両をコンプリートカーとして販売する専門店も存在するほか、 そこまで大掛かりな作業でなくとも、現行車の部品を補修、カスタムに活用するケースは多い。一定年度数を経過した車両の自動車税が増額されることのように、日本では旧車に対する風当たりはかなり厳しいと言える。特に先のエコカー補助金が旧車、特に年式的に直撃を受けたネオヒストリックカーの残存数に与えた影響はかなりあったようで、 ドリフト天国の読者コーナーには出すところに出せば価値のある車両がエコカー補助金の後押しを受けてどんどん潰されてしまうという内容の投稿が行われたことがあった。特にネオフィス車は市場原理やエンスージアストの存在などで残されやすい旧車としての地位が確立されている車種や中古車市場で未だに人気のある車種とは対照的に それらのバックボーンが弱いこともあって、解体の浮き目に合う可能性が十分に考えられ、愛好家の悩みの種となっている。さらに、日本の中古車自体が海外に輸出されていることも日本国内での残存内数の減少に拍車をかけている。とりわけ2020年前後では、アメリカの通称25年ルールと呼ばれる輸入規制免除枠が21年。 高速道路交通安全局が25年経過した並行輸入車両に対し、ヴィンテージ品としての価値を勘案し、試験を免除するというものと、折からのスポーツコンパクト JDM の流行が発端となり、今後起こりうる RB26 世代のスカイライン GT-R をはじめとする日本製スポーツカーの海外流出が懸念されている。また、部品単位で言えば、カローラシリーズや、 シビックなどのように世界戦略車である上に国内では大量販売されて根崩れが激しい外国人から見れば日本に行けば欲しい部品が安く買えるという構図になる車種の場合もターゲットとなるがこの場合は輸出先の規制や輸送コストもあり胴体保存すらされずボディを切断されてしまうこともままある定年式車両は 時間の経過とともに現在進行形であり、旧車専門資格士や販売業者も車両による扱いや状況が統一されていない。理由として絶えず時間が進行して、各社モデルチェンジ等で同名車両も増えて、いつの年代の車をどの年に見て判断するかによっても内容は年数によって分類が変わっていく。つまり、経済的な原則により、 通常の量産車が一般的に流通する中古車となってから時間の経過によってある時期から専門店以外では見かけなくなりマニアしか注目しなくなることでクラシックカーや旧車の扱いとなるそもそも定年式車イコール旧車イコールクラとするならば興味のない人から見ればすべての古い車が旧車となり得る特定車種を一例に挙げるなら例えば日産 スカイラインの場合には、初代から順に、二代目、三代目、四代目、五代目、六代目、七代目、八代目と、1990年代前半までで、区切っても八世代分のモデルが存在する。1989年頃は、初代からケンメリまでが旧車と呼ばれ、ジャパンはまだ旧車と呼ばれなかった。しかし1999年頃にはジャパンはほぼ、 旧車として扱われるようになる。さらに2010年現在では、R31 も R32 も旧車扱いされるようになり、高速ユーナマリデラックス2016年4月号においては、生産時期が R33 スカイラインと同一の1993から98年である ST200K カリーナ、ED に対し、ネオクラシックとする記述が見られた。つまりこの例だと、 製造より20年から30年程度の時間の経過が旧車とみなされる条件ということになってくる。R31、R32 を旧車とみなす若い世代から見れば、もう初代などはすでに旧車を通り越してクラシックカーの範疇に入る。逆に年配の世代から見れば、旧車と呼べるのは1960年代までだという意見もあるだろうし、 年代別で分けた方が良いという意見もある。しかし今度は、年代別では1969年度末デビューの車の場合、1970年代に入ってからの生産者が多いが、その車はどうするのかなど、デビュー年のみの判断で1960年代、扱いするのか、あくまで一車両ごとの年式にこだわるのか、 1979年式や1989年式など、年代末に初期生産された車は同様な問題を抱えてくる。したがって、特に法的な分類や規則、明確な規制はない上に、世代による捉え方が違ってくるのは当然で、解釈も各人違うと推定されるが、専門資格者や販売業者では、年代分類は、過去、すでに明確化された、年代車両もあり、 日本のマスベースに沿って下記に一例として年代別に分類した。旧車は今後さらに変化していくため、微妙な世代年代はゾーン別としている。チューニングカーにおいてはベース車両としてよく使われるかどうかで決まるパターンもあり得る。分かれ目の一例として、スカイライン、日産、シルビア、トヨタスープラ、セリカ XX、マツダ RX-7 などが挙げられる。 2代目日産、ローレルスピリット後期型1500グランドリミテッド2代目、トヨタカリーナ ED 前期型 2.0G リミテッド9代目、トヨタコロナスーパールーミーネオフィス社の中には、バブルケーキなどの世相を背景に、クラスを超えた装備や新技術、実験的な要素や、単美性を追求したデザインを採用することも多々あった。蒸気のような車種については、 マイナーチェンジで区切って分類される車種もある。例えばセンチュリーの場合、初期の VG20K1967 年式から1973年式を、これぞ旧車、中期の VG30K1973 年式から1982年を、旧車のグレーゾーン。後期の VG40K1982 年式から1987年式を、ニューノスタルジックカー。 末期の1987年式以降、そろそろ旧車扱いという漢字で分類されることもある。日本では2002年度よりグリーン化税制が導入され、一定条件以外の全ての自動車は、新規登録から一定の年数が経過すると、以下の税金が重化となる。以上の通り、新規登録より一定期間を経過した自動車は、税金重化の対象である。 それより車令を重ねている旧車は当然全て過対象であり、使用距離や使用頻度が少なく燃料消費量が少なかったり、燃費が良くても重化となる。ただし、前述の通り新規登録より一定期間を経過した自動車が重化対象であるので、海外で長年使用された中古車を日本に輸入して登録した場合は、その登録日が飛散日となり、 登録より少なくとも11年経過しなければ、重化対象にはならない。ドイツでは、製造より30年経過した自動車に対して、H ナンバーと呼ばれる特別なナンバーを交付し自動車、関連所税が減税になり優遇される措置が取られている。後部に破損が見られる、E50 経過ローラ。旧車は、対外、新車当時は、吐いて、捨てるほどいた車種でも、輸出や廃車などで、 車体、部品とも、減損数が少なくなっている。そのため同型車は、簡単には見つからず、かといって、もらい事故で修理しようにも十分な金額が保証されない、部品がない、という状況に陥ることがままある。自動車保険を扱う、損害保険会社は、車両の価値を保険会社独自の自家評価額で判断している。これは、市場価値とは、若干異なった概念であり、 たとえ人気の高い車種や後年にプレミアがつき市場価値の高まった旧車であっても製造登録から一定年数が経過した車両はのきなみ無価値と判断する。またそうでない車両でもオーナーの思い入れや市場残存数の減少といった背景から代わりの車がないため修理するしかない場合もあり得る。すなわち保険会社の評価額と市場価値や修理費用に ずれが生じるため、というように十分な救済が受けられない問題がある。そのため2017年現在、旧車に対する保証不足問題への対応として、以下のような保険商品が登場してきている。旧車のための車両保険エース損害保険が、一定条件を満たした旧車の損害を保障する自動車保険を販売しているほか、契約車両の修理費が、契約金額を上回る場合に、 保険金を支払う特約を用意している保険会社も出てきている。旧社に対応した損害賠償保険また旧社にぶつけてしまったという事態での損害賠償に対応できる商品も大物調価修理費用特約などと称して登場してきている。しかしこれらの商品はいずれのタイプも限度額が50万円 単なる移動手段としての車両の所有でなく、趣味性が強い分野であるため、旧車をテーマとしたテレビのドキュメンタリーや、バラエティ番組、創作も制作されている。テレビ番組、編集漫画、編集。ありがとうございます。